人,えー、と人工ダイヤを保管するところが墓だよねだってそれ別に骨だろうがダイヤだろうがもう同じじゃない海に巻けばそれなんかさ条例かなんかであれ巻いていいんだっけそもそもそう散骨川に巻いちゃダメだよねあダイヤうんダイヤを渡す相手がいないからな会員全プレイ骨を <laughs> パッケージングされるでしょ あれ、薬の販売とパッと見変わんないよね。メルカリ坂本の <laughs> 死してなお転売されんのかい。す <laughs> べての坂本を集める人が出てくるかもしれない。値 <laughs> 下げ交渉を <laughs> 僕、地獄から泣くぜ。<laughs> この就活放送なん <laughs> 単語が面白いな。<laughs> 骨の譲渡。 まあ僕もミケイの生前になんかもっと思い出のグッズを作っていればよかったなと思うところもあるしそういうアクセサリーとかね思うところもあるしでもそういうのがあればあるほどずっとそのわす引きずられるというかさただでさえ僕ミケイ亡くなってから1年間ッペットロスで引きずられたからさあれでもっと思い出の品が多かったら。 もうちょい引きずられた気もするし、どっちがいいのかは、いや、あるじゃん、その、猫のさ、とか、犬の亡骸を、そのまま剥製にするってサービスもあるのさ、これやっちゃうと、多分、一生、その、ペットロスだなっていうのが、僕の場合はね、思われてやめたんだよね。それでも1年かかったな、1年間、ほとんど毎週、ミケの夢見て、うわ、やっぱもうミケいないんだみたいなのが。 僕もさ、10代、20代の時はさ、もう途方もない夢とかを語ってたんだけど、なんか最近さ、こういう話しか周りに出なくなって。いや、もうマジで夢を語り続けたかったけどね、どうやったら星野瑠リを具現化できるかみたいなやつで、昔は夜を徹して喋り続けてた感じだったが、無人島をどれかが決めてる、無人島もね、 なかなか手頃な無人島がなくて。なんかね、毒まんじゅうみたいな島しかないんだよな。色、色おかしいだろ、みたいな。おい <laughs> いいのあるやんけ。え、三重県名もなき島。これで渡ってくるのかな下の五岸ブロックで。え、ほんと、え、日本からこの五岸ブロックで渡ってくるのかな また島購入者には5人乗りボートがプレゼントされるという豪華特典付きこの島にはまだ名前がないのでオーナーになれば自分で名前を付けることができます当たり前だろう,う2200万円にすればより緑が出てきますねしかもねみんないいこと書いてある天然の牡蠣が食べ放題って書いてある真珠や海苔の養殖いかだが浮かぶ波静かな湾内に佇む伊勢神宮からわずか3 5キロの島 島内には60坪の平地があり建築も可能だ <laughs> <60つ 笑> この地区はカキの養殖も盛んでその影響からか天然のカキが自然繁殖してますあ養殖カキのこぼれ落ちたやつを取っていいんだここギリ密漁じゃないんだこれ取ればほんとか この地区は牡蠣の養殖が盛んで、その影響からか天然の牡蠣が自然繁殖しています。この一文なんか急だなて、養殖の牡蠣が流れてると限らんだろうが鬼滅が良くないです坂本。そうだね。もうその発言そのまま漁師に言うわ、僕も。まあでもなんか1000万の名もなき島の方が住みやすそうだね。ここかなり平地あるね。建て放題だぞ。え、これ136坪しかないの。 何これブロッコリー<え> ?4 頭窃盗売りされてる無人島があるぞ坂本窃盗 <laughs> <ト>売り <laughs> 小分けにして売ってダメならアソートで売ればいいんじゃね坂ちゃんえー、3頭合計で3000万円かどうやってみんなこれ行けばいいの船誰かが持ってなきゃダメなの船も買わなきゃいけないんでしょう船の方が高いな下手、えー、すりゃ 坂本の墓をここに建てろ君ら絶対来ないじゃんこんなとこ建てたらまだネットに建てるわ墓あでもそれでいいかパソコンとウェブカメラとネットに繋がった環境だけをずっと環境として構築できればそのーなんかホームページみたいな坂本納骨堂ページみたいなのがあってそこでなんか24時間ウェブカメラで僕の骨が映ってればいいわけだ。 であと、そこにみんなが、その、参拝客が投げ銭みたいな、おセせをしていけばいいわけ。その形式誰もやってないんじゃないもしかして今やれば第一人者か ?YouTube で誰かやってるかデジタル、そう、デジタルお証拠。で24時間、うん、え ?YouTube で誰もやってないんじゃないデジタル濃厚。濃厚つ。それだよ。今死ぬの今死なない 残念ながら死なないと権利が出ないなやっぱずーっとやっぱパソコンに近いところでさ一日中さゲームとかやったり作業してるとやっぱ視力落ちてきて多分ね今ね1.0ぐらいしかないで1.5の世界にもう一度戻りたい坂本ちょっとしゃしってるんだって多分しゃしってると思うただ生まれながら人の目見て喋れないからうシックってリスクないのあり,ありありだよ ちょ、やって君たちに人柱として報告するわ明日から本気出すわ僕今日はちょっと一回亡き者の亡き日として終わらせ畳んで明日からの真の全力生活いきますか